ございます。三枝心です。今日はなんとマルハンカップ太平洋クラブシニアのトーナメント観戦に来ています。私もね、去年ここを回っていますが、ずっと見たかったこの大会、やっと来れました。でシニアのプロは技もねすごいので、それを生で見れるということはなかなかないので、その辺もレポートできたらと思います。さらにですね、今回この大会では太平洋クラブのアマチュアの方が各組に1人出ています。すごいですね。なかなかこうアマチュアの方が本当のこの試合に出れるっていうことはないので、太平洋クラブのメンバーさんを大切にしているなとつくづく感じています。ぜひ皆さんもこの動画を見て来年観戦に来てください。レッツゴー。今10時ぐらいでございます。トップ争いのこの3組が出ることになりますね。今上田さん、皆さん覚えてますか？私たちにレッスンをしてくれた PGA の益子の上田さんがすごくいい位置につけています。3アンダートップはでもちょっと抜けてますね。9アンダーと。ちょっと見てみましょう、どんなシニアのティーショットが見れるのか。太平洋クラブ益子 PGA コース支配人、上田浩史選手。今回はメディアがあるので中に入れます。ロープの中に入って撮影したいと思います。本大会2015年のチャンピオン、アビバホールディングス所属、滝山武選手。すごい、いいんじゃない。やっぱトップ放送がショットのままのね、調子がいいんでしょう。続いてのティーオフは、レギュラーツアー5勝、シニアツアーでは今シーズン日本シニアオープンなど3勝、通算11勝をマークしています。すごい、めっちゃ勝ってる。7アンダーは単独に、プラヤド・マークセン選手。プラヤド・マークセン。ぶれないね。シニアツアー1勝をマークしています。9アンダーは単独トップでのスタート、トーナメントリーダー久保克美選手。そう、一人ぶちぎりの9アンダーですね。これもやばい。大丈夫みたい。優勝争い2人がちょっとドキドキするね。これね、そろそろみんな動いてきますよ。いやー、優勝争い一発目 OB は辛いですね。辛いです。なんと今回来てびっくりしたのが、6校のセレクトザクラブが超リニューアルしてました。めちゃくちゃおしゃれになって、ここを通らないとコースに行けない感じになってますね。なんとクラブもこんなに揃ってリシャフトできるようになってますね。なんかあの一番必要なものはこのコースに行く間際に置いてあるっていう、あ、ボールないみたいな、グローブ破れたとか、あ、グローブボロボロだみたいな。すごい、さすがです。品揃えも豊富です。頑張ってください。もう後半アンダーで回ってくることを期待してます。頑張ってください。では中島常之さんがいる組が18番のティーグラウンドにやってきましたので、セカンド地点からラウンドレポートしたいと思います。違いますね。あ、フルなんてもう関係なかったよ。
ろうともしないバーディーチャンス。おお、技あり、肩に当てて。立ち合いの方は緊張してないんでしょうかね。なんか結構皆さんどっしりされてますけど、私はこの大会に出たらもうわけわかんないことになっちゃう。そんなぐらい緊張して手が震えてそうですからね。18ホール尾崎武夫さん、長尺パター。ニッカポッカっぽいスタイルですね、うん、中島プロのバーディパット、いや本当すごかったセカンドショット。おー、しっかり入れた。さすがですね。お願いします。お疲れ様でした、はい、本日のゴルフはいかがでした。そうね、はい、途中までいい感じで行ったんだけどね、はい、後半ちょっとつまずいたね。18番のバーディーすごかったですよ。出たってギャラリーの前で見せられて、これで勢いづいて、影響づいたらその後も1番バーディー取って、はい、3番もバーディー取ってよしよしと思ったら、うん、そこでいくつだったのかな、いい感じで5アンダーだった。おー、うん、そこで OB 出て、 OB 出て最後 OB 出て、あららって感じで。ゴルフ場の状態はこの暑い中でもやっぱりコンディションいいね。いいコンディション保ってる。ラフからも結構深いなって感じたんですけど。深いね、やっぱり深いところに入るとどうにもならない。暑いね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さくらちゃんにゴルフ見てます。頑張ってください。関西とかですか。東京から転勤できたんですけど、兵庫なのでゴルフ場が山ほどあってゴルフ楽しんでます。ですね、近いですしね、はい、30分ぐらいで、ありがとうございます。うまい。うわ、ピンデッドに来たよ。うわー、入る。あ、入りそう。すごい、すごい、入るかと思った。なんだ今の実況中継。北村さんと小池さんの組ですね。小池さんですね。今内緒としても小池さんです。最後さ心ピンゴル中継、まだまだ前半戦です。後半も頑張っていきましょう。倉本正弘さん有名ですね。白浜郁夫さん、太陽の東元さんの組に入ってきました。このティーショットは池が絡んでいて、皆さんドライバーで打つのか悩むところかなと思います。左林だし。かっこいい。めっちゃいいとこ。すごい池のもうほんと左のギリギリを攻めてきました。うまいですね。あ、でもナイスキック。ウッドが多いですね。ドライバーは誰も打ってないですね。ちょっと左だけど見えてる。なんとですね、歩くのが早い。打ったからすぐさささささね。めっちゃ速かったよね今。へー、あれ大事かもしれないですね。見たらもうすぐ自分のボールに、みたいな。次の自分のボールを考える。びっくりした今、歩くの早くて。お疲れ様です。今日のゴルフはいかがでした。ひどかったです。そうなんですか、はい、それはどういったことが多いのか言いますか。スコアは悪かったからひどかったです。スコアみたいな。グリーンとかも結構止まるって書くプロが。そうですね、はい、でラフはちょっと深いかなみたいな、はい、まあ、この時期ね、グリーンが
止まるっていうのはもうしょうがないと思うんですよ、この暑さで。もうあのキーパー含めてみんなすっごい頑張ってくれてると思います、はい、もうそういう意味ではね、我々感謝しかないですよ、はい。で、あの、まあ、レギュラーツアーとシニアツアーの違いというか、まあ、見どころ、シニアツアーの見どころなんか教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、レギュラーツアーはね、いろんな問題があったから、ああいうのが一番ダメなのかなとそれで、まあ、シニアはね、そういう問題もなく、はい、みんなあの真剣勝負の中にも和気あいあいとやってるんで、まあ、お客さんとも声掛けをしたりね、はい、いろいろやりながらやってるんで、ギャラリーの方お金払って見に来ていただいてるんですから、我々も本当はカートに乗りたいんですけど、歩いてますよね。もちろんあのギャラリーが歩いてるのに我々乗るわけにいかないじゃないですか素晴らしい。そう、なるほど、拍手が多いです、はい、ありがとうございました。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。さすが、さすが会長。はい、どうもありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございます。すごい大人気ですね、うん、いやいや、ずっと待ってました。まあでもね、ファンの方がいてくれるということは、はい、まあ、嬉しいことでね、はい、まあ、励みになるしね、嬉しく思いますね、はい。今日のゴルフはどうでしたか。うん、今日はね、出だしからちょっとね、いいスタートが切れたんで、ちょっと自分のペースが戻ってきたかなっていう感じがするんですけどね。今日結構ラフも長くて、結構入っちゃうと思う、うん、いやいや、もうここのラフはね、僕のパワーじゃなかなか打てないですね。だからもうレイアップするか、もうアプローチパターでこうパワーをセーブするかなんですけども、まあティーショットはね、そんなにラフ行かなかったので、まあ、はい、いいゴルフできたと思いますけどね。昨日ね、ティーショットはそんなにラフは行ってないんですけどね。ちょ、パッティングの方が昨日はちょっとあんまり良くない。やっぱグリーンも硬めですかね。結構止まらない。いやいや、グリーンはよく止まります。止まります。はい、パワーのある人はラフからでも止まるんでね。で、まあスコアも結構重たいより出てるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。アマチュアでこの大会に出られるということはすごく緊張することだと思うんですけれども、トッププロのね、一世を風靡した人たちとできるっていうのがものすごく楽しいんですよ。確かにいいスコアで回るのもあれなんですけども、私たちの中では神戸に来てこの 何日間をやるっていうのがね、ものすごく楽しいです。もうワクワク感がたまんない。ワクワク感がたまんない。ワクワク感が緊張とかよりもワクワク感。そうですね。本当にメンバーさんのためにある。そう、あのこれは本当にマルファンさんのおかげですよね。こんだけ暑いけど盛り上がって、これだけアマチュアの方が参加させていただけるっていう大会あんまないんで、私たちにしてみればものすごいありがたいです。本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こっからがあれですよ、上位陣の戦いですよ。最後から2組目のここのグループがやってまいりました。おー全然ラフ関係ない。すごいね、すごいね。めっちゃいいんじゃない。大きい、なんかすごい左足下がりだったのに落ちました。おー、坂道でちょっと下っちゃうか。では最終組のセカンド地点を届けて待って、ザキヤマプロとマークセンプロ、久保プロですね。もう完全トップ争いですね。マークセンさんが10アンダーまで伸ばしています。行きましょう、行きましょう。今刻んだ、ちょっと行く、
最後はね、刻むという優勝をきっちり、きっちり優勝。いくらいならば、希望はなかなか2チャンネル。まだ試合が控えているのでもちろん優勝目指しますし、あの今年の賞金王ももちろん狙っていきたいです。見事2年ぶり2回目の優勝、プレードマークセン選手にお話を伺いました。改めて大きな拍手を送ってください。おめでとうございました。お疲れ様でした。試合に今日最後のインタビューになります。はい、すごかったですね。最後あの上から3組目。そうですね。プレーで朝一のそのティーショット見てました。いやあれねフラフラしててやっぱりあの結構フラフラフラと右に行かれましたもんね。ね、あそこから左に曲がるつもりなのがフラフラフラっていう、まあちょっと予定外の。予定外。まあ、でもパーで上がれたので、まあ、よかったかな。あの最後の18番を池にそうティーショットであの本当にもう足がもうなんかちゃんと動かなくて、で打ったらトターンと池に入って、でその次の、ね、ショットがすごかったです。リカバリーあの3個の池どうするんだろうと思った。そうなんですよ。最初ねもう右に逃げようかなと思ったんだけど、はい、ピンまで、ね、208ヤードとか9ヤードぐらいだったので、まあ、風も悪くないから、あ、まあ、これはもうウッドで打てばグリーンは着地するかなと思ったので、いや、あそこで行くってさすが目指しないんだろう。だって僕ブルースの初めて見たでしょ。はい、あの教えてもらったあ、そう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 、すごい暑さの中を使って、ありがとうございました。まあ、楽しかったです。ぜひ益子へ。はい、ぜひ皆さん益子へ行ってください。本当に今日はお疲れ様です。ありがとうございました。ナイスプレーでした。ありがとうございます。暑いね。ありがとう。また頑張ります。また頑張ります。私も頑張ります。はい、以上です。皆さんお疲れ様でした。シニアツアーすごい盛り上がってましたね。まあ、猛暑の中本当に誰一人カートも乗らず、本当にあのコースとコースの間のインターバルのみかな、皆さん乗ってたの。もうほとんど歩いててすごいなと思いました。やはりあと技もすごくてですね、言葉も面白くですね、見どころ満載のシニアのレギュラーツアーなのではないかと思います。来年皆さんマルハンカップ太平洋クラブシニア、ぜひ応援に来てください。 YouTube のこれ小さくなった小さくなった、もうちょっとちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。